テムズリンクは、イギリスの鉄道における列車の運行系統のことで、ある。ナショナルエールブランドの路線網の一部を構成している。2015年時点でのテムズリンクの列車運行を担当する会社は、ゴビアテムズリンクレールウェイ。ロンドン都心部を南北に貫通し、ロンドンの北のベッド報道から南部ブライトンまで、南北 225km50 駅を結ぶ運行系統である。 路線としては、ブライトン本線のほとんどの部分や、ミッドランド本線の一部などからなる。この路線は重要な通勤路線であり、また、ガトウィック空港及び、ルートン空港へのアクセスも担う。全線電化されているが、区間により電化方式が異なる。ロンドンより、北側ロンドン都心部にある、ファリンドン駅、ムーアゲート駅では、交流2万5000ボルト架空電車線方式が、 使用され、ファリンドン駅ロンドンより南側では、直流750ボルト第三機乗方式が使用されている。イギリス国鉄の民営化後は、コビアの子会社である、テムズリンク社に営業権が与えられ、2006年4月1日には、ファーストキャピタルコネクトに移管された。2014年9月には、コビアテムズリンクレールウェイが、ファーストキャピタルコネクトの運営権を継承し、 テムズリンクのブランド名で列車を運行している。1991年よりイギリス国鉄は特に今日のこの路線の運行会社による高く推薦された経験の見解に基づくテムズリンク路線網の拡張及び改良をする計画の開発をしている。この計画はテムズリンクプログラムとして知られている。複雑で長引きとんざした計画の過程の後に 2006年10月18日にネットワークレール社は最終的に議会の許可及び法的効力を受けた、また工事に必要な資金の調達は2007年7月24日に認可された。2007年10月24日、拡張される最初の駅であるルートンエアポートパークウェイで工事が開始された。仮の完成は2015年の予定である。 開業時に投入された 319K1988 年の開業時には、ブレルによって新造された4両編成の硬直流電車である319型が60本投入され、1990年に26本が追加されて、総勢86本となった。なお、一部は1996年のコネックスサウス、セントラルの営業開始に際して同社に配置され、 後継のサザンを経て2009年までにテムズリンクに復帰した。増発や路線網拡大、既存車両転出などへの対応として、2002年に317型、2009年に377型、2015年に387型の導入がそれぞれ開始された。これらは基本的に319系、同様4両編成の高直流電車であったが、 317型は交流電車であり、北部区間でのみ使用され、2009年にテムズリンクでの運用を終えた。2016年には700型が営業運転を開始した。これは既存車両すべてを置き換えることを目的として2008年に調達が開始されたものであり、2019年までに8両編成60本、12両編成55本が導入された。 2017年以降、テムズリンクのすべての列車が700型によって運行されている。1988年にスノーヒルトンネルが旅客用として50年ぶりに再開され、1988年5月にテムズリンクのネットワークが開始された。これに先立ち、北部の区間の列車がミッドランド本線を使って、ベッドフォード駅とセントパンクラス駅間のベドパン、 サービスとして運行を開始した。一部はかつてのシティワイドンド線を経由し、ムーアゲート駅まで運転される。南からのサービスの終点はホルボーンバイアダクト駅である。ロンドン中心部の駅を北から南へ上げると以下の通り。ペントンウィルロードにあったキングスクロス、テムズリンク駅は2007年12月に廃止された。南には2つの枝線がある。一つは、 ロンドンブリッジ駅を経てイーストクロイドンからブライトンへ向かう。二番目の枝線の歴史は少し複雑である。最初は列車はブロムレーを通ってオプリントンとセベノークスへ運転されていた。しばらくしてブライトンを通らずにエレファントキャッスル駅とストリートハム駅経由でウェストクロイドンへ向かう列車の運転が始まった。この路線は 他の列車も利用する本線に近いものであったが、他の列車とリンクされることはなかった。ウェスト・クロイドンからあとは、カーシャルトン・ビーチズ、サットン、エプソム、レザーヘッド、エフィングハムジャンクションを経てギルフォードまで運転された。しかしながら、このルートは、異なる鉄道会社の通勤ネットワークを渡るものであり、イギリス国鉄の民営化により、ルートを維持することが困難になった。 1994年頃に2つ目の枝線はウェスト、クロイドンまで短縮された。1995年頃に路線の大幅な見直しが行われた。ウェストクロイドンはテムズリンクから外れ、これに代わって以前からあったミッチャムジャイクション駅を通る線路を用いてサットン駅へ通じるルートが開通した。列車はサットン駅を過ぎるとウィンブルドン駅を通るループ線に入り、 ストリートハムの南で元の線路と逆方向に合流する。朝のピーク時の列車はこのループを時計方向に回る向きのみに運転され、この地域の通勤客が不便を感じる原因となっている。計画中のクロスレールのプロジェクトはテムズリンクと同様にロンドンを東西に横断するものであるが、テムズリンクが古いトンネルを再活用しているのに対して新しいトンネルを建設する。 シティワイドンド線と連絡線シティワイドンド線はテムズリンクのキングスクロス駅ファリンドン駅間のかつての名称である。この線は1866年にメトロポリタン鉄道がキングスクロス駅ファリンドン駅間を複線から複々線に拡張しファリンドン駅ムーアゲート駅間を複々線で開業した時に開通した。この線は主にキングスクロス駅 ムーアゲート駅の区間で用いられ、メトロポリタン鉄道が所有し、他の鉄道会社が運行した。1976年までは、フィンズベリーパーク駅とムーアゲート駅を結ぶ、近郊電車が、キングスクロス駅構内のヨークロードカーブ、ホテルカーブの2つの連絡線を使って運行されていた。1988年からは、テムズリンクが運行されている。ファリンドーン駅。 ムーアゲート駅間は2009年にファリンドーン駅のプラットフォーム延長に伴って運行を取りやめた。ありがとうございます。